アイテム番号 SCP-560JP。 オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-560JP はサイト81の定期検正オブジェクト保管ロッカーに完全に密閉された容器に封入された状態で収容されます。実験等で SCP-560JP を持ち出す際には封入した状態を維持したままの移送が義務付けられ、また実験中もロボットアーム等を用いて職員が直接触れることがないよう取り扱われます。D クラス職員を除く職員が SCP-560JP と直接接触することは許可されていません。説明 SCP-560JP は直径約 21cm の小児用ゴムボールです。分析の結果、使用と経年による劣化を除けば一般に販売されているものとの特筆すべき際は見られませんでした。SCP-560JP はそれを手にした人物括弧以下、被験者括弧閉じによって緩やかに投げ放たれた時、被験者から5、6メートル離れた地点で不自然にその運動を停止させ、その場で自律的かつ不規則な挙動を開始します。これは地面に押し付けられる、最大1メートルほど浮遊する、浮遊したまま数メートル間移動する、といったものが挙げられます。SCP-560JP はこうしたいずれか、あるいは腹愛した挙動を最長で十数秒間見せた後、おおよそ被験者に向けて緩やかに放出されます。こうしたやりとりが同じ被験者によって繰り返し行われた場合、必ず14度目の投擲において SCP-560JP は不自然な停止を見せることなく転がり続けた末に自然に停止します。その後も被験者が SCP-560JP から16メートル以上離れることなく26秒間以上留まっていたのなら、SCP-560JP は被験者の手元へと瞬間的に転移します。被験者のこうした SCP-560JP を投げ放つ、拾い上げる、受け取るといった一連の動作には、それらを誘発させる精神的な衝動を伴うことが分かっています。これは、そうするよう求められているような、もしくは、せがまれているような、感覚とともに生じる義務感に似た衝動であると証言されています。また SCP-560JP は被験者に五感すべてに及ぶ特定の幻覚症状を引き起こします。これら SCP-560JP による被験者への精神や感覚への作用は無視できるほど小さなものから始まりますが、SCP-560JP と連続して関わり続けることで徐々に増大し顕著になっていきます。SCP-560JP は2000年に気虚血精神不全によって死亡した、死の遺品の中から発見されました。SCP-560JP は、死の息子が愛用していたものであると、死の元妻から証言が得られています。なお該当の男児は19年、当時の、死住居の庭先から転がる SCP-560JP を追いかけ道路に飛び出したことで、走行中の車両と接触し死亡しています。事故発生時、死が在宅中でしたが、男児と同伴はしていませんでした。警察によって行われた聴取の記録には、死による、息子に一緒に遊ぶようせがまれたが断り、一人で遊ばせていた、との証言が残されています。死の死亡日に記された日記の記述から抜粋。あの日に戻りたい。やり直したい。実験記録 560JP の閲覧。実験終了後、資料の見直しや聞き込みなど男児の死亡事故に関する再調査が行われました。しかし手がかりの少なさと年数の経過から事故発生当時の正確な状況を知ることはできませんでした。